カレー部の布の、どうも原田けせむです。今日5月24日は神戸に日本初のゴルフ場がオープンしたことにちなみ、ゴルフ場記念日に制定されているそうです。メンバーのラサンタは最近はゴルフにハマっているようで、よくラウンドを回った時のお話なんかをしてくれます。今週も運動した後に飲みたくなるようなカレーをレビューしていきます。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田け専務が全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、栃木県いちごのカレーピンクです。以前鳥取県の回でもピンク色のカレーをレビューしましたが、あちらはビーツという野菜の色、今回のカレーはいちごがたっぷり入っているとのことで、楽しみですがカレーといちごが合うのか少し不安でもあります。早速調理していきたいと思います。今回は枝豆をトッピングしていきます。完成です。いただきます。うまい。いちごの甘酸っぱさがこれほどカレーに合うとは正直驚きでした。辛さと甘さを交互に味わえるので、これはスプーンが止まりません。トッピングの枝豆の塩辛さもカレーによくマッチしています。今週の原田けチェンジ、今回はコチュジャンで味変していきます。と辛さが増し、いちごの甘酸っぱさがより引き立ちます。ソースをかけた時に似ていますが、よりまろやかな味に変化します。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さはいちごの甘酸っぱさもありかなり控えめ、ルーは割とあっさりめなのでこの辺で。今回の栃木県で残りが11都道府県です。ご当地グルメのトッピングなども募集中です。コメントぜひお願いします。今回紹介したカレーは栃木県いちごのカレーピンクでした。高評価チャンネル登録お願いします。次回は千葉県勝浦担々麺風カレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれどこの歌